はい、皆さん、こんにちは。ヒロシの時事ニュースチャンネルです。えー、今日はね、ツイッターを見ていたらですね、えー、これですね、週刊文春のね、アカウントですね、えー、GoTo キャンペーン受諾団体が2回幹事長らに4200万円献金っていうね、えー、スクープ速報って入ってきたんですけど、また文春っていうか、また文春っていうか、ま、また、また利権か <laughs>、みたいなね、感じでございますね。ただね、ヒロシね、あの、これ見てね、はい、知ってた。うん。 あの、絶対利権だろうって思ってたんですけど、ま、あ今回ね、バレンの早いなーって思いましたね。はい。ま、あとりあえずね、良くないけど、いいねします。あと、リツイートしておきますね。はい、リツイートと。あの、広瀬あの、ツイッターもやってますんで、もしよかったら、あの、フォローしてください。ということで、これね、ちょっと記事の全文見ていきますので、よろしくお願いします。で、全部読んだらですね、あと、あの広瀬の感想のあの、述べさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい。えー、GoTo キャンペーン、自宅団体が二階幹事長らに4200万円現金ってさ、もうさ、もう知ってたよ、知ってたけどさ、なんつうんだろうな。 もう、いい加減、このおじいちゃん、逮捕できねえのかなって思いますけどね。はい。まあ、それでも自民党の支持率、高いのがすごいよね。はい。じゃあ、読んでいきます。すいません。えー、4月22日にスタートする、観光需要喚起策、えー、GoTo トラベルキャンペーン、以下 GoTo、えー。この事業を1895億円で受託したのは、ツーリズム産業共同提案隊、以下、えー、以下共同提案隊になる団体だ。 えこの共同提案体に名を連ねる観光関連の14団体からえ自民党幹事長の二階俊博氏をはじめ自民党の議員37名に対しえ少なくとも約4200万円の献金が行われていることが「週刊文春」の取材で分かったということですねちょっと他のさ読売とか毎日とか朝日とかさ大手もうちょっと頑張ってほしいよねもう今はねこの「週刊文春」が日本でねあの唯一のね一番のねメディアとかしてますよ本当に他の新聞もうちょっと頑張ってほしいよね 頑張ってください。はい、えー、共同提案体は全国旅行業協会 ANTA、えー、日本旅行業協会 JATA かな、えー、日本観光振興協会という3つの社団法人と、えー、JTB など大手旅行会社4社で構成される、えー、加えて全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会日本旅館協会といった宿泊業の関連団体が、えー、協力団体として総計14団体が参加してるあーな結構そうそたるあれですねうん GoTo 実現のため奔走した二階氏は1992年から30年近くあんたの会長を務めているということですね。まあなるほどね。えあんたは全国5,500社の旅行業者を傘下に収める組織です,すげえな, <laughs> こんなに。そんなに傘下に収めてんだ。そこのトップである二階氏はいわば 観光族議員のドン、えー、3月2日にあんたをはじめとする業界関係者が自民党の観光立国調査会で観光業者の経営支援や観光需要の喚起策などを要望したのですが、えー、これに調査会の最高顧問を務める二階氏が政府に対してほとんど命令に近い形で要望したいと応じたここから GoTo 構想が始まったのですということですねこれが自民党関係者がそう述べてるということですねなるほど、えーえー、観光立 立国調査会は二階氏が最高顧問を務め会長は二階氏の最側近で知られる林本幹事長代理え事務局長は二階氏と同じ和歌山県選出の鶴穂陽介参院議員だ。へえ、なるほどね。週刊文春取材班は上記の自民党観光立国調査会の役職者全37名の政治資金を精査したすげえ精査したんだ。えらいじゃん、文春ちょっと。 収支報告書も、えー、収支報告書を入手できた2011年分から2018年分までの間で該当する団体や業界からの献金が約4200万円に上ることが分かったということですねはい、えー、中でも突出して多いのが二階幹事長への献金額だなるほど中でも突出して多いのがっていうのがいいですね、えー、二階氏が代表を務める、えー、自由民主党和歌山県第三選挙区支部の収支報告書には次の記載があると、はい、読んでいきます 全国旅館政治連盟、えー。これは全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会の政治団体。長いなえな、ー。2014年、2016年、2017年で計330万円。なるほどええーこ 関連政経懇会日本旅館協会の前身の政治団体が2012年に100万円、はい、旅館ホテル整形混和会日本旅館協会の政治団体が2014年2017年計40万円合計で470万円の献金を受けていることはわかる、えー、二階氏は運輸大臣を務め、えー、観光行政に強い影響力を持つことで知られる、えー、コロナの感染者が拡大する中 Go Do、えー、を前倒しで推進する理由は何なのか、ね、政府自民党は丁寧な説明 が求められるこことととにななりそうだというだいですねなんかあの330万とか4合計470万とか言うとなんかちょっと少ないように思っちゃいますけどあ普通に考えてちょっとかなりの大金ですからねはい、えー、という感じであのちょっとねまたあの4200万円献金があったというね、えー、ニュースでございますがまあ何て言うのかなあの。<laughs> <laughs> なんつうんだろうね。あのまあ結局こんなんバレても自民党的にはノーダメでしょうね。うん。だからなんかさ、この人たちってさ、いっつも大金受け取ってるよね。うん、なんかね、なんかもう悪夢の自民党政権みたいなね。まあぶっちゃけ夢じゃないんですけどね。悪夢じゃないですね。あの現実でした。はい、すみません。なんかもうやりたい放題っていう感じしますよね。なんかこんだけ好き放題やっても、まあ、結局自民党のね支持、支持率が高いのはすごいですよね。うん ね、ちょっとね、他にも書き込みあるか読んでいきましょうか。ね、献金ってワールド何が違うの二階幹事長らは逮捕されないので、まあ、本当にそう思いますよね。はい、いいね。はい。ね、えー、っと、これ、自民党支持者たちはこういうの何と思わないんだろうね。ある意味で感心するわとかね。まあ、このぐらい別にいいだろうとか、ね、とはみんな思ってるんでしょうかね。はい。えー、これが原因か。西村赤羽らがなんで GoTo やめないのか不思議だったんだけど、こういうからくりね、えー、大ベテランの献金絡みだったから無理筋でも通すしかなかったんだーってね。えー、政治家のお,稼ぎ、えー、お,お金稼ぎの出しに疲れた国民は、 まったもんじゃなないいよねねねねねってね、えー、書いて書ありまます、ね、なるほど、ねまあ、結構、ね、広瀬もこの GoTo キャンペーンまだちょっと全容っていうかあんまり実はよくわかんなかったんですよな,なんで GoTo やんないのひろしってよく言われたんですけどどういう仕組みなのかなってちょっとよくわかんなくてこれな何が目的でってもちろん経済をねこう活性化させるでもなんで観光なんだろうなんで今コロナがやばくてどんどん連日なんかあの もう連日連日このコロナの感染者が増えてる中で何でやるのかなと思ったらまあもちろんあの経済をいろいろ立て直すためただ若者行っちゃいけないんだよねあの結構広い,範囲であい広い範囲に行ってあのこうなんかパワーがあってどんどんまき散らしちゃうから若者は自重してくれでお年寄りも行って感染したら大変だからっていうことでお年寄りも自重してくれということでほとんど対象者がいなくなっちゃったんですよだからこれ一体何のためにやったのかなと思ったんですけどまあやっぱりあの世相のうっぷんばるしさんも言ってたんですけどあ言ってたかなごめんなさいあっ言ってなかったなごめん <laughs> 結構ひろちゃんあの番組好きで見てるんですけど <laughs> あ,あのやっぱりお金配りたくないんじゃないかなってちょっと思うんですよやっぱ補償保証したくないんじゃないかなってちょっと思うんですよねやべえなこれ放送事故になるんじゃないのほら補償金やるとやっぱ爆弾な金額になるからやっぱ GoTo トラベルやって一応ね対策は取ったよみたいな感じで終わらせたいんじゃないかななんてね、あのー、ちょっと思ったんですよまああのちょっとごめんなさいあの世 <laughs> 相のプンさんに迷惑かかんな <laughs> あのそんな感じのことを言ってたようなヒロシのえ妄想かもしれませんが確かに広瀬もそう思うなーとでなるほどなーってね、えー、思いましたね一応 GoTo やったんだからねあのちゃんとね 対策は打ちましたよっていうことでね、まあ、あの保証はしないけどね、GoTo で何度か勘弁してみたいな、そんな感じなのかもしれませんね。はい、やべえな、この放送。今日絶対なんか炎上しそうだな。怖い怖い。はい、えー、すいませんでした。はい、まあ、ということでね、GoTo キャンペーン自宅団体2回幹事長の4200万円献金、ね、えー、知ってた、ね、知ってたけど、今回バレんの早いなと思ってね、放送させていただきました。ありがとうございました。 ということでね、えー、今日はこのぐらいにしておきます。ありがとうございました。えーと、すいません。あの、チャンネル登録とかね、していただけると、またこういうネタやっていく励みになりますので、えー、よろしくお願いします。やーべえ、あの、ヒロシが政治とか経済のことを語ると、絶対炎上すんだよね。コメントがもう炎上して、もうバットがすごいつくのわ。悪いね、悪いねが。はい。すいません。あの、まあ、ヒロシのね、妄想だと思って聞いていただければと思います。はい。で、あの、コメント、まあ、もうちょっと怖いんですけど、今回の件についてコメントとかあったら、どんどんください。あの、もう GoTo は必要だっていう人もすごいいるし、なんでこの時期に GoTo やるんだふざけんな自殺 国を滅ぼすす気かっていいう人ちちもめゃゃくちゃいるんですよ本当にコメント見てて勉強になってじゃあこの g o やるときはですねヒロシもちょっと命がけなんではいあの皆さんどんどんまたコメント書いてくださいはいヒロシとも見てまた勉強しますのでよろしくお願いします、えー、ということで今日はこのぐらいにしておきますありがとうございました失礼いたします